意外と硬い。ちょっと包丁で切ります。 びっくりした今。断面めっちゃ綺麗。したらさっき取った皮を使います。これはかぼちゃの枝になるので後で刺します。余ったチーズがあれば1個にのせちゃって、コーンのせたら OK です。じゃーん、こんな感じでできました。これをトースターで焼いていきます。完成しました。めちゃめちゃ秋のご飯ができました。ピザが意外とチーズの形が残りました。めっちゃ可愛い。うん、おいしい。
シーンで秋服を頼んだんですけど、ちょうど届いたので紹介したいと思います。軽くもうパッパと紹介します。一つ目がじゃん、すごい薄い生地のルシャルです。なんか今でも着れるような薄めの長袖が欲しかったので買いました。二つ目もオフショル、シンプルな黒のオフショル持ってなかったので購入しました。これはさっきよりはちょっと分厚い、透けないぐらいの薄さになってます。3つ目はこんな感じのちょっと薄めのニットになってて、ボタンが中央じゃなくてちょっと横にずれたデザインになってます。次がショート丈のトレーナーです。こういうスウェットとかを着るとちょっと太って見えるので短めの丈を購入しました。次もオフショルだギャザーみたいになってるオフショルになります。この紐がついてるのでこういう感じでジーンズとかに合わせて着ようと思います。ずっとこういう色合いのグレーのスカートが欲しくて、念願のスカートです。これはリピートで買いました。めちゃめちゃ着やすいのでおすすめです。大きいシュシュとあと星型もいいんです。こんな感じのイヤホンスタンドを購入しました。このシルバーがあんまり安っぽくなくて結構お気に入りです。かわいい。さっき使った餃子の皮とあとかぼちゃの皮の部分が余ってるのでこれを消費したいと思います。ハート型のトッポギが家にあったのでこれも入れます。いただきます。